はい、まず最初はリピート商品からです。こちら何回も買ってるんですけど、もうなくなったので一つだけ購入してきました。 L サイズですね。次はこちらです。こちらをふんわりフェイスタオルっていうのをドット柄、こちらは前に1個だけ買ってきてて、ですごい良かったので今回は5個購入してきました。やっぱり前とまた色が違うんですけど、まあ、この5つ色が一緒なのでこれで使っていこうかなって思っています。次はこちらです。こちらは、携帯を充電するものなんですけど、車の中で充電できたらいいなと思って、車の中にずっと置いとくように買ってきました。ドレッシングボトルっていうのを買ってきました。振って混ぜるだけ簡単レシピ付きっていう、なんかこういった後ろを返したらこうレシピが書いてあるっていう、この分量を入れていくとこの和風ドレッシングを作れて、でこのこっちの分量を入れていくとオニオン風のドレッシングができるっていう、そういった感じの便利なものなんですけど、私はワンちゃんのふりかけっていうのがあるんですけど、ご飯の上にパパってこうかけるふりかけ、それをこちらに入れてこういう感じで穴も大きいのでこうふりかけやすいかなと思ってワンちゃん用に購入してきました。こちらは黒があったのかな、多分白だけだったと思いますね。次はこちらです。なんかこういった入れ物を購入してきました。マルチカップマットモノトーンっていう、こういったものを購入してきました。はい、この瓶はこちらで使おうと思っています。このブラシをこう立てかけるためにためだけに購入してきましたね。ここにぴったり来るかなと思ったら結構ぴったり来たので、ここで使っていこうかなって思っています。はい、ちなみにこちらのブラシなんですけど、こちらのブラシはこの液体をこう垂らしてこう擦ろうかなと思ってここに置いています。もともと擦れ物がついているボトルだったんですけど、これに入れ替えたことでなくなっちゃったので、めんどくさいんですけど、こちらをこう垂らしてこれで磨いていこうかなって思っています。次はこちらです。マスクケースっていうのを買ってきました。こちらは出番があるかどうかわからないんですけど、一応1個だけ持っとこうかなと思って購入してきました。こんな感じです。ここでパチパチっとやってこう開けたらこういう感じですね。なんかマスクじゃなくても他にもなんか使えるかなってちょっと考えてるんですけど、まあちょっと薬箱の中で置いとこうかなって思います。次はこちらです。パワフル吸収油取り紙っていうのを購入してきました。普通に可愛いなと思って購入してきました。70枚入りですね。こういう感じです。めちゃめちゃ可愛いですね。こんな感じです、いいですね。はい、次もこちらの同じ柄でフラットペーパーバッグっていうの10枚入りですね。こちら初めて見たんですけどめちゃめちゃ可愛いなと思って、なんか使えるかなと思って、で食品もこのまま入れれるみたいなんでいいなと思って購入してきました。はい、出してみるとこういう感じです。裏はこんな感じですね。なんか先ほどのボーダーと比べたら真っ黒ではないんですよね。ちょっとグレーっぽい感じでこういった感じですね。ちょっと落ち着いた感じでいいですね。なんか使えそうですね。10枚入ってるので
すごいお得だなと思います。次はこちらです。マグネット4個入りですね。ニコちゃんのめちゃめちゃ可愛いなと思って、可愛いだけで買ってきたんですけど、なんか冷蔵庫の横にこう全部貼っとこうかなと思って、こうずっと目につくし、こう気分が上がるかなと思って購入してきました。はい、冷蔵庫の横に貼ってみました。でもこれちょっとはみ出ちゃってるんですよね。ちょっと残念だなって感じなんですけど、でも可愛いので許せますね。こんな感じです。買ってよかったです。はい、お次はこちらです。ストレージボックスっていう深いこういったボックスを購入してきました。こちらの大きさはこういう感じです。こんな感じです。はい、こちらのボックスは、私が英語のサイズ、ノートもファイルも英語のサイズを好んで使ってるんですけど、それを一気にこうまとめたくて、なんかないかなと思って、でちょっと入れてみたらこれがぴったりだったので、こちらを購入して、この中にバッとこうノートも入りますし、クリアファイルでまとめた書類とかも全部ここに入れていこうかなと思って購入してきました。でこちらは新しいクリアファイルですね。でこうなんかできたらこうタグをつけて管理しています。はい、購入品は以上になります。動画の中で一つでも、参考になるものがあれば嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。